というわけで残すところはですね、本編をクリアしたので、クッパ軍団 RPG です。さあ、あとクッパ軍団 RPG で何パートぐらい行くんか、ちょっと僕も分かってないんですけどね。このままクリアまで、ね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえず、まあ、いつもの通りね、あの、雑魚あたりとか、なんか、うん、バトルシーンは、あらかたカットします。人仲間が増えた。ブル、突撃タイプ。攻守ともに高いが、外れやすいのがたまに傷。チョコバが動くメカクッパが苦手らしい。あ、そういうタイプ来たか、いよいよな。攻守、確かに攻守も高いな。おー、キャサリンが主催してるやつか、これは。さあ、いよいよ始まります。ヨッシーとかもいるけど。キューティーバトルコンテストは、なんか、いろんなやついるけど、ウフ村いるし、クリボーおるし、ヨッシーおるし、圧倒的なパワー、そしてみんなを虜にするキューティーさが試される。激しいバトルを繰り広げ勝ち抜くのは、君だかなりこの司会者ノリノリだぞ。皆さんにはこのビーチでチーム戦のバトルをしてもらいます。まあ、必然的にそうだな。はい。その他に、いかにキュートさと強さを見せられるかポイント。まあ、キャサリンがいるから、まあ、参加してるな。過剰なアピールは減点ですよ。ボロリア元気。退場してもらいます。よし、勝って勝って勝ちまくろう。理論的にはそうだ。強さとも、そうだよ。強さとも、かわいさをどうするんだよ。それほら、ね。うん。はい、例のセリフ。これ、クッパ様のためだって思ってね。うん、私、積んでなんかじゃないんだからね。ダメだろ、これじゃ。むしろ減点されるぞ。結構いけてると思うけど、兵法にその役をやらせんだよ。割とテレサの方が可愛いんじゃねえか？ミステリアスがギャップになって、まあ、ミステリアスやけど、無口でおとなしい子って意外と思ってるって。そうね、俺は確かに好きだけど、そういう子は。うん、好きだけど、何の話させるんだ。私、もう嫌だ。嫌だろうな、兵法からしたらな。うん。まあ、待ってよ。っていう感じ、参加者からこちらにどうぞ。ほら行こう。もう焼けだな。兵法が無理やり連れて行かれる。ブーメランブロスって可愛いの？青コーナーブーメラングブロス軍団。バトルポイント60、QT ポイント30。QT ポイントどこで稼いだんだろう。はい。合計90ポイント。軍団には無理があるだろう。赤コーナークッパ軍団クリボー隊。バトルポイント80、キュービーポイント20。さすがに可愛い。ブーメランブロスよりは、可愛いだろう。The winner is 赤コーナー。クッパ軍団クリボー隊。QT ポイントがあまりにも足りてないんだけど。よし。QT ポイントはいまいちですが、強さが光りました。強さだけじゃねえかよ、光ってんの。大会のさ、あ、ウィンディ大会の主催者になっちゃってんのか。結構遠いな、そう考えたら。なんか、ウェンディって誰に操られてるのか分からなくなってきた。ゲルゴペッツに操られてる割にはなんかさ、随分楽しそうだな。あ、ウェンディ隊。あら、あいつらノコノコと来たのね。ノコノコはいないようですよ。ノコノコと来たじゃなくって。ちょっと、もう突っ込みが激しいんだよ。私が優勝することになってるんだから。まあ、理論的にはそうなっちゃうよな。癒着できるもんな。このビーチで私が一番になる。みんなが私に振り伏すのよ。そしてビーチにあるボス、すべて私とゲルゴピッツ様の分。ゲルゴピッツの何がええねや。想像する、確かにブルブルっと震えるわ。え、おるでしょうか。ブルだもんね、君。もうちょっと、お前たち何をしてんの？底辺の笑い見てんじゃねえんだぞ。さあ、バトルコンテスト2回戦で、1回戦を勝ち抜いたキュートなファイターたちを紹介しましょう。はい。ヨッシーが一番キュートだと思うけどな。いや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 。キュートさゼロだろ。ブルグーダン。キャーキャー。ムキムキな筋肉をさすが、そのメットが、そのくらい、わーわーじゃない。キモって言ってたじゃん、さっき。あ
きらめくスターの競争曲、これは可愛い。イエロースターのキュートな姿に会社はもうメロメロ。いや、これは可愛い、確かに。うん。いや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 、ちょっと待って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 、おかしいおかしいおかしい。おかしい人たち混じってるって、それは。とにかく全てが、今大会はダークホースです。いやいや、ダークホースもさ、何も。ホースも何もないって。ははは、小さいながら大富豪、クッポ君のクリボー隊、あれ？ヘイフォーいない。キューティーポイントどうやって伸ばすんだよ。なんだかくだらないコンテストだな。早くウェンディさんを連れて次に行きたい。あれ、僕たちのキューティー担当は？あっちでふてくされてる。キューティー担当が相当嫌みたいだぜ。あ、それともキューティーポイントが低いでショックだったのか。意外とプラス高めなのね。あ、投げられた。ちょっと、やめて。さあ、キューティーポイント2回戦。青コーナー、パワフルブル軍団。はい。バトルポイント70、キューティーポイント40。嘘！キューティーではないだろ、これは。110ポイント。こっちは勝ったよ、でも。青コーナー、軍団、クリボー隊。バトルポイント100、キューティーポイント、15。勝負に勝ったからみたいになったんじゃねえか、もはや。なんだろ、たったら5ポイント差。お前のさじ加減だからな、それは。なんか、複数人審査員いるわけじゃないからね。もう、なんか、勝ったな、勝負に勝ったからみたいになってるぞ。もはや、ここまで来ると。よし。よしじゃないんだよ。うん。あ、まさか？ちょっと何やってんのよ。ブルーグラム勝つはず、あ、そうなんだ。本当に、あ、そうでした。興奮してつい。いやー、でもここで判定を覆すのは、もう私が出るわ。私が決勝に勝って優勝するって予定だったけど、あいつらここで潰してやる。あ、もう次出ようとするんだ。意外とお前せっかちなんだね、じゃあ。準決勝でもう出てくるってこと？なんとここでサプライズ。決勝戦で上がるはずだった、ウェンディ様が登場です。何、完全に潰そうとするんだね、じゃあ。キューティーと、あれ、ウェンディ様が、ヘイホーが。ヘイホー来た。好都合。これで終わせられる。もう本当に嫌なんだから。ちょっと可愛く聞こえてきたんだけど、兵法が。本当に嫌だ。急上されてるやん。キューティーが出た。意外と気に入ったか？あははは。ふん、イギーやラリーがやるとどうせまぐるよ。私がコテンパンにしてあげるわ。強さでは勝てるんだけどね。審査員の癒着がどうなるからな。カラフルだなぁ。とりあえず、ちょっと待ってから復活しますね。あ、気合だけ先に入れるわ。気合入れます。とりあえず、いつ必殺切れも、ボスだ、もうとりあえず必殺連打よ。必殺を打つぞ。はい、せーのー、くるーん。で、少し消耗したところで復活しますね。大体当たり効果来るんですよ。あ、そっち来たか。ライフ回復とかもあるんで、ちょっと待ってから使うのが一番吉。おーっとボムラリー？何？ボムラリーって。え？ジャンプ？え、何これ？急にそんな。ほい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 。あ、何？急に、そんなの、入れて、いいと、思ってんの？早くなってきた。ああ、勝った。必殺なんだ、あれ、多分。あれが、あ。急になんかそんなの入れてこないでくれる？あれ食らってたらどうなってたんだろうなぁ。あ、は、私なんてことか、そうだよ、勝った。あ、そうか。勝ったから賞金には戻ってんのか。ふう、よかった、終わった。もうここに用はない。あ、うん。ウェンディ様行きましょう。え、ちょっと何なの？そうだね、もう、準決勝戦う必要性はないのか。あれ、クッパ軍団の国ではまさかの不先輩よってこのキューティーパターンの YouTube 者は、あースターエンジェルスそういや、なになに、優勝したんだよ、ハニー、なにそれ、まあ、いっか。キャーキャー、確かにこいつらは勝ってもいい気がする。可愛いから。強いかどうかは定かじゃないが。八頭身の姿を見せる。八頭身、八頭身ね、
お前八頭身なの？ウェンディカ君、特に話もなく加わるな、お前は。ウェンディ加わったか。ウェンディ、クッパ7日の一人、こう言ってでも力は引けを取らない。特にそんだけか。特殊能力バフとかないの？お、デヘーバレーだね。砂漠の方ということで。まあ、ここは過去にピーチを何度もわざとさらわす場所ですね。ただ、僕はここの曲が好きですね。ちなみに言うと。助けてキノピオだ。こっちにも。な、なんだ、なんでキノピオがここに？待てー。なに？あ！モートン！お前らキノピオ捕まえろ。モートン様、ここにいたのか？なんだ？ファイアボルス！お前たちキノピオの肩を持つのか？いや、そうじゃなくて、モートン様はゲルコビスのスプレーで、まあ通じるわけなく。ヒューって逃げて、あ、待て！待ってください、モートン様。ほら、キノピオ捕まえる。お前らこいつやっつけろ。はっそうか、モートンか。モートン様はこの先ならキノピオたちの町を制圧されるのだ。リトルキノコの話かい。リトルキノコね。確かになぁ。そこ制圧する様子全くゼロだったけど。なんだったらゲラクッパが言ったけどな。俺たちのファイヤーで消す見してやる。またクッパン同士で戦うかもいけないの？みんな一緒クッパーさんを助けたいのに。あれ？何これ？超バスポーツが様になってないぞ。そんな突っ込まれ方するなんて。この先にキノピオたちの町があって、モートン様はそこを制圧しようとしている。モートン様は目を覚ましたらキノピオたちを助けることになるよね。まあ理論的には。それなんか尺だな。クッパ様を助けるため、うん、そうだ、キノピオたちは関係ない。行こう。うん。間接的に助けるのってなんかいいよね。口からシューリンガンを出す。シューリンガン。あれ、シューリンガンって言うの？あの鉄球の名前。へぇー。ぶん投げの大きいものは特に強力。そうや、パックフラワーの中にもいたよね。なんか、そういうの。どういう関係？お！あ、逃げられとる。やっぱ、キノピオたちからすりゃあな。うん。あ、あの、さっきはありがとう。無事に逃げ出せました。あ、さっきのキノピオか。別にお前を助けたわけじゃない。まあ、間接的には助けるんだけど。俺なんていいから早くどっか行け。キノピオ相手だと偉そう。だね、ツンケンしてる。そりゃそうでしょう。クッパ様に立て尽くし、マリオの味方らしい。あいつら嫌い。あ、そうなんだ。あの、ん？なんで俺たちは忙しいの？余計なら3秒で言え。あ私はリトルキノコのゲームセンターで働いていまして、そこの景品を集めるためこの際に出てきたんです。3秒で言わなくなったな。この先の洞窟に無敵キノコっていうキノコがありまして。洞窟にも無敵キノコあんの？でもあれさ、マリオ思いっきり体重崩したけどね。そのキノコを取りに行くと怖くて。長いバイバイ。ああ、どうしよう。言ってくれたら素敵な豆をあげるんだけど。経験値がアップする貴重な豆。楽々レベルアップできんのに、こっそりついていけず、顔上持ちかけるな。あ、言ってくれるんですか？豆はいくつだ？ 2 個です。ダメだ、5個 !3 個で 4! わかりました、お願いします。なんだ、本当は豆10個持ってるけど。特に送り、あれ？なんか、2つあるけど。めっちゃきらびやかなのとさ、どう見ても毒キノコあるけど、どっちが無敵キノコかな？食べ比べれば、おい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 、嫌だよ。マリオが好きなものなんて食べたくない。うん、無敵キノコ、こっちはははははははこっちの方がかっこいいどっちなんだろう。でもこういうの逆、ははははでもさ、これさ、なんかゲームセンターの店員もなんかこれだった気がする。あの時にさ、マリオが食ったもこれだったよね。これが無敵キノコ、初めて見ました。初めて見んのかよ。ありがとうございます。やっぱり豆5個あげます。ふん。なんだから豆を5個もらった。じゃあな。まったく、そっちの方がいい。え、何が？
偉そうな態度の方が隊長らしい。そう、じゃあ練習しておく。行くぞ、ついてこい。キノピオの行方やいかに。多分その後キノピオの、何らかの豆ってこういうことね。S はいらねえわ、もう。